21番ミッドフィルダー大久保智明、33番フォワード江坂明、続いてリザーブの選手です。1番ゴールキーパー吉澤翔真、
内館秀樹。20番ミッドフィルダー堀之内聡。22番ミッドフィルダー阿部勇樹。30番ミッドフィルダー岡野正幸。39番ミッドフィルダー菊池大輔。9番フォワード永井雄一郎。11番フォワード田中達也。20番フォワード李忠成。コーチ土田久志。監督堀貴文。以上が浦和スリースターレジェンドのスターティングラインナップです。試合は主審福岡康人、副審関口勇樹、三田孝幸、コースオフィシャル中村太志、以上4種審判団で行います。三菱重工カップ平川忠明引退試合、浦和スリースターレジェンズ対浦和レッズ、キックオフは5時ちょうどです。